はい、お疲れ様です。今回は印刷範囲を A4 1枚に強制的に収める方法を紹介します。例えばこのように同じシート上で印刷したい部分とこちら右側は作業領域とある場合に必要な部分だけ印刷する方法を紹介いたします。なお、多くの文書は A4 1枚という場合が多いと思いますので、A4 縦1枚という前提で紹介します。設定前の状態では、印刷プレビューを見ますと、このように、こちら、2ページに分かれてしまっています。これを設定していきます。まずは印刷したい部分をドラッグします。ページレイアウトタブのページ設定のこちら、印刷範囲をクリックし、印刷範囲の設定をクリックします。次に同じくページ設定の右下のこちら矢印をクリックします。拡大縮小印刷の下、こちら次のページ数に合わせて印刷の方にチェックを入れます。なお横 1× 縦1となっています。これにより A4 縦1枚を設定することになります。OK をクリックします。これで設定は完了です。印刷プレビューを開くと、このように1枚に収めることができています。なお、印刷位置が左揃えになっております。これを中央揃えにしたい場合は、ページ設定の右下、余白タブのこちら、ページ中央の水平にチェックを入れます。水平と垂直という表現がちょっとわかりにくいと思いますが、水平は横方向、垂直は縦方向という意味です。OK をクリックします。これで中央揃えになりました。なお、印刷範囲を解除したい場合は、印刷範囲の下、印刷範囲のクリアをクリックすることで、範囲設定を解除できます。印刷の設定は他にもいろいろありますが、今回のパターンが一番多いのではないかと思いますので、ぜひ覚えてもらえればと思います。以上です。ご視聴ありがとうございます。